プログラムです。この画面では雪だるまが動きます。この画面ではクラゲが泳ぎながら色を変えます。みんなが分かりやすいようにステージも初級編、中級編、上級編に分けました。画面のあちこちに数字が出ます。大きさも大小バラバラになるよう作りました。誰か正解が分かる方はいますか？どうぞ。41。正解です。このようにみんなで遊びながら暗算が得意になってくれたらいいなと思います。私はプログラミングが大好きです。イメージしたことが現実になるからです。これからもたくさん勉強してみんながもっともっと楽しめる作品を作りたいです。これで発表を終わります。ありがとうございました。私の作品のタイトルは猫の音当てゲームです。皆さんがピアノの先生をしているので音楽に関係のある作品を作りたいと思ったのでこの作品を作ることにしました。です。音が出てきて楽しいもの、そして私の大好きな猫たちが登場する作品をと考えていたらこの作品が出来上がりました。特に猫3匹については実際の猫たちと同じような柄をするのをとても頑張って描きました。実際の猫とイラストの違いを見てください。これが黒猫のブーちゃんです。これがキジトラのお豆です。これがチャトラのみーちゃんです。音を出すところとか、細かなイラストを描くのが難しかったです。猫の模様を本物そっくりで描こうと思ったら、とても難しかったです。ブロックをたくさん入れるのも難しかったです。ドレミファソラシの7つの音。どれが出るか乱数を入れて、当たった時と当たらなかった時のブロックを入れるのが難しかったです。そう。正解です。皆さん拍手をお願いします。と思いながらゲームができて、楽しく音感が身についていけばいいなと思います。今度はこのサックスの音を録音してゲームや曲を作ってみたいと思います。以上で私の発表を終わります。どうもありがとうございました。今作は元素とカードゲームを組み合わせたゲームです。ました。その3つを合わせて元素をテーマとしたカードゲームで出場することにしたはカードを5枚揃えるゲームです。しかしこのゲームでは5枚揃っていても役になるし1枚から4枚でも役ができるようにしました。役は100種類以上あります。2点目、役が揃う確率を数学で計算することに苦労しました。3点目、カードは国旗以外をペンタグで手書きしています。118枚のカードを書くのは想定よりも時間がかかりました。後で何度もテストをしながら300秒ということや得点のバランス、動線などの要素を決めました。ゲームが終了するとこんな感じになります。終わりました。カードゲームをやっているように見せるためカードに動きを持たせています。あとは元素の知識がなくてもプレイできるようにしました。カードに様々な情報が書かれているので役の手がかりになります。これらの行動、これらのこだわりを詰め込んだら C シャープのコードが約1000行になってしまいました。これは実際のコードです。アワードのおかげでプログラミングに没頭する時間ができました。将来は ICT を通して宮崎県をはじめ世の中の役に立てるようになります。ご清聴ありがとうございました。中は春菜です。今回は私が作ったマジックワンドを紹介
視覚に障害のある方たちは白杖を持って点字ブロックの上を歩いたり、盲導犬と一緒に外出をしています。けれど点字ブロックの上に物が置いてあるとぶつかって転んだりするので危険です。また信号の色がわからないそうです。犬は色を見分けられないので盲導犬もわからないそうです。マジックワンドは歩行者信号の色を知ることもできる魔法の杖です。マイクロビットの通信機能を使って信号の色がわかるようになっています。進みたい方向に杖を向けながら A ボタンを押して使います。信号が青の時に押すと明るい音が鳴ります。赤の時に押すと警告音が鳴ります。点滅している時も警告音が鳴ります。反対方向を向いている時は何も鳴りません。最初青です赤ですと喋らせるようにしました。でもダミ声で何を言っているのかよく分からなかったので効果音にしました。進む方向を向いて A ボタンを押すと進む方向を送ります。制御装置は杖と信号機の向きを比べて信号の色を杖に送り返します。杖は信号の色によって違う音を鳴らします。音と連携してもっと使いやすくすることです。 ADI を使えば目的地まで音声案内をしながら信号の情報が分かる機能をつけることができると思いました。スイングや理科や数学などの勉強も頑張りたいです。これでマジックワンドのプレゼン終わります。ありがとうございました。今は的当ての的を倒したら腕時計の音が鳴ったり、腕時計に倒した回数が出るようになっています。これはマイクロビットという機械を使っています。ここまでは本を見ながら作りました。もっといろいろなことができるといいと思いました。そこで本に載っていたボタンを押したら音楽が鳴るものや、ボタンを押したら画面に絵が表示されるものをいろいろつけて改造しました。的当ての的と腕時計を頑張って作りました。これで1点です。次は2点になります。こうやって機械を使うプログラミングを電子工作というそうです。いろいろなものを作ってみたいです。これで発表を終わります。作ったで、じゃんけんプログラムをご紹介します。絶対に勝てるじゃんけんのプログラムが必要だったのです。じゃんけんで勝った人は次のじゃんけんでは同じ手を出す確率が高い、逆に負けた人は同じ手を出さない確率が高い。とにかく相手の心を読む白クマがコオロギさんで、サメが AI です。じゃんけん4回、じゃんけん5回。さあ、これでコオロギさんの癖を覚えました。じゃんけん来ました、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 じゃんけん来ました。どうでしたか？すべての勝負に勝ちました。お分かりになりましたか？そうです、実は後出しじゃんけんになっているんです。だから絶対に勝てるんです。父さんに初めてこのプログラムを説明したとき、それは茶道だなと言われました。実は受験の茶は茶道の茶だったのです。ちなみに僕の心に自信はありませんので、叱らず。ありがとうございました。まずなぜこの作品を作ろうと思ったかを話します。僕はタイピングが苦手で
簡単に覚えるようになるようにしたくて作りました。パソコンは私でした。これすると説明ができます。次にスタートです。スタートを押すと次に文字がランダムに出てくるので、それに沿って文字を打っていきます。出たりプログラムが複雑で分からなかったり しました。よく調べると同じブロックが2つあることが分かり、その部分を作り直すのに苦労しました。音が出るとよかったなどです。スタートしても中断ボタンをつければよかった。ミスした時に音や文字を入れればよかったなどです。この点を踏まえてこれからも人の役に立って僕も勉強していけるような作品を作っていきたいと思いました。ご清聴ありがとうございます。どうです。ロボットを使って楽々言語アプリについて説明します。日本語から英語への翻訳プログラムを作りました。僕の好きな昆虫のバッタを取り入れて名付けて翻訳バッタ。翻訳する言葉を入力してください。単語から土曜日、土曜日、サタデー、サタデー、サタデー。世界で種として使われている7言語対応で8言語にしました。名付けてロボットを使って楽々言語アプリ。言語は何にする？半角英数字、韓国語。何を翻訳する？ありがとうございます。감사합니다감사합니다감사합니다ありがとうございました。よろしくお願いします。心配になりました。調べてみると学校や保育園で入りやすい感染症は他にもたくさんあることが分かりました。だからちょっと調子が悪い時に症状を入力すると病名が分かるアプリを作ろうと思いました。自分たちではきちんと調べたつもりだったけれど、専門の先生が見ると全然違うところがたくさんありました。例えばインフルエンザは熱が出るとしていたけれど、予防接種を打ってインフルエンザになった人の中には熱が出ていない人がいるということが分かりました。実際に出かけて調べるというのがとても大事だと分かりました。見た目は本物のスマホのようなアプリのデザインにしました。だから病気の時にでもできるような簡単なゲームを4種類、同じ病気でも症状は人によって違うので、今後いろいろな情報を取り入れて AI で病気を判断できるようなアプリを作れたらいいなと思っています。もっと精度の高いアプリにしていきたいです。これで5年3組チームのプレゼンを終わります。ありがとうございました。パイレーツ・オブ・宮崎は楽しみながら英語の勉強ができる作品です。江戸時代に海賊が宮崎に来て、侍と一緒に英語や日本語を勉強するという内容の作品です。すると英語を侍が喋ります。私の課題は本を見てその通りに作ってそれをもっと良くすることでした。どうにするか工夫することでした。だからただクイズに答えるだけではなく
迷路の中に答えを置いてそれを探すというゲーム要素を加えました。こちらです。ゲットダイヤとかこちらですなど、見た瞬間にクスッと笑えるような役にしていますという名古屋弁バージョンや津軽弁バージョンなど、その土地たちに合わせたものを作ると英語だけではなく方言の勉強にもなって楽しいと思いました。これでパイレーツ・オブ・宮崎の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。